こんにちは。オーシャン東京原宿店なにわの口達者竹内一輝です。よろしくお願いします。ちょくちょくお客様からね、僕最初にねおなじみのこのフレーズ毎回言わせてもらってるんですけど、実際にお店に来てもらったお客様にね、ちょっとこう早口すぎて何言ってるか分かりませんみたいなむちゃくちゃ言われるんで、今日はちょっとゆっくりめに言いました。よろしくお願いします。今日はですね、先日ミシナさんが、動画で上げてました、バーバースタイルを、僕が今日はちょっと代わりに、実践してやってみたいなと思います。まあ、ミシナさんのね動画見てくれてる方は、お分かりだと思うんですけど、バーバースタイル、まあ、簡単に言うとウィッティーな、艶系のワックスとかグリースとかでこう固めてちょっとこう前髪を上げるかき上げ系のスタイルなんですけど、まあ、ああいう髪型、まあ、なんやろ、こうなんかこうミシナさんは顔がかっこいいからとか、まあ、ミシナさんみたいにこうブリーチ何回もしてて明るい髪色じゃないんで僕はちょっとできるか不安ですとか、まあ、ちょっとこうなかなか挑戦しにくいですっていう人も多分多いなと思うので、僕は今回ね、まあ、黒髪ですし、まあ、長さも割とミシナさんとほぼ長さ一緒で、襟足も僕結構あるんで、実際に僕がやったらどうなるのか、ちょっとお見せしたいなと思います。まあ、今完全に濡れてる状態なんですけど、まあ、ここからまずドライからやっていきたいと思います。まずもうオールバックにします。でオールバックにしてから、まず全体普通にいつも通りかわしていただいて、脇目を決めます。まあ、ミシナさんのバーバースタイルだと、まあ、大体、7、3から8時ぐらいなんで、ちょっと今日はここぐらいで分けたいと思います。まずしっかりと分けてからもう一回乾かしていきます。しっかり襟足ある人は襟足をこう持ちながら音符当てます。そうすると毛先がしっかり伸びてくれるんで、こんな風に襟足が綺麗に、まあちょっと跳ねます。ぜひやってみてください。こっちもですね、襟足をつまんで音符当てるだけです。ドライがこんな感じですかね。結構僕長かったですね髪だいぶちょっと耳かけ余裕でできました。はい、ちょっと下ちょっとツーブル入ってるんで、ちょっと、うん、まあここ刈り上げてた方がちょっとかっこいいんかなとか思うんですけど、ちょっととりあえずねモノマネなんで、今日はモノマネじゃないな、ちょっと実践編なんで、やっていきたいと思います。で今日は同じくシャインオーバーを使ってやっていきます。ワックスの量もね再現します。もう一緒ぐらいでミシナさんと、はい、まあね、もう髪色全然違うんで多分見え方全然変わるんかなと僕の中では思ってます。まあミシナさんやってたのを再現してるんで、もう本当にまず最初爆発してましたよね。もう完全に今爆発させてます。で僕髪切ってもう1ヶ月以上経ってるんで、すごく毛量多いんで、ちょっとねワックスの量もやっぱその分多くないと全体にこのツヤがねなじまないので、ちょっとワックス足します。こっから、さっき決めたこの分け目のところから徐々に下ろしていき、まあ僕すごい前髪長いんでもう耳かけしてもいいかなと。で固定します。こっちも同じですね。いやちょっとなんか恥ずかしいですね、もうこんなセットしたことないんでほんまに大丈夫かなって感じです。
もうこんな感じですよね。はい。もう僕ちょっと前髪長いんで、耳かけしたんですけど、耳かけして、ちょっとここ上げて、下ろすような。だいぶ、ちょっとおしゃれヘアすぎませんか？ちょっと。僕じゃちょっとついていけないですね。はい、バーバースタイル完成です。もうすごく簡単でした。やってみると。ただちょっと普段オードセットとかしてる人がいきなり困難するとちょっと戸惑いを感じるかなと思います。襟足もね、ちょっと出して、なんかセクシーさを感じますね。まあ今回ね、僕でやらせていただいたんですけど、まあレパートリーとしては、まあやっぱりモード系とか一番相性いいかなと思いますね。黒の服と合わせて、ちょっとやっぱ艶系、やっぱすごくモードとやっぱ相性いいんで、モードっぽい服装とか、まあちょっとやっぱ中学生高校生の子にはちょっとやっぱ難しめかなとは思うんですけども、まあちょっとだいぶある程度、髪のセットもいろんなしてきた子とか、服装だいぶ自分の中で服装とかだいぶこだわりを持ってて、なんかこうガラッと雰囲気変えたい人とかは、まあもう何よりも簡単ですし、まあ前髪伸びてきたから、まあ僕ちょっと今回耳かけしたんですけど、ちょっとこうバッカーンセンター分けとか、まあこういうちょっとね、おしゃれ感のある髪型も、たまにはまあね、してみてもいいんじゃないかな。僕もちょっとね、たまにはしてもええんかなとか思いました。はい。コメントで似合ってませんとかいうコメントやめてくださいね。はい。三品さんの、バーバースタイル再現編ということでやらせていただきました。いかがでしょうか。三品さんとは全然ね、髪色も顔も何もかも違うんですけども、まあ再現、黒髪で再現するとこんな感じですよっていう、はい。ちょっと前髪僕長すぎて耳かけをしたんですけども、まあこういう感じになりました。今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。